こんにちは、ハッピーです。ドラゴンクエスト10です。昨日ね、たまたま3番キャラをね、レンジャーでバンゼルメアで拾ったような防具でいったらたまたま勝てちゃってね、その後ね、やっぱりサブキャラも少しね、サブ2キャラはね、バトマスで準備してたんだけど、結構やっぱりレンジャーが楽しいからね、せっかくだからって、サブキャラもね、ププちゃん。レンジャーの装備揃えてね、何戦か行ってみたんです。緑出してね。で、その時にね、市場調査でもないんですけど、いろんな人のね、防具見させてもらいました。で、当初はね、やっぱりルベランギスは、上は呪文、ダメージつけて、下は封印、頭 HP で足転びみたいな流れだったと思うんですよね。うん、攻撃色はね。で、まあ、僧侶はブレスかなみたいな、だったと思います。ただね、今ね、やっぱり少し HP に今余裕ができたじゃない、エベルプリーストとかでね、HP に余裕が皆さん出たから、その分ね、耐性が盛れるようになったと思うんですよ。私はね、もともと、今バトマスなんですけど、レンジャーの方もちょっとね、HP 高いから、うん、ステータス的に、大体のね、まあ大体じゃないな、種とかね、農票とか、パニガルム、あとマトウも含めて全部ね、HP マックスまで取れてるから、ステータスに、ね、余裕があるから、その分をね、ちょっと攻撃に持ったりして、調整してみました。で、やっぱりね、HP がね、エベールプリーストのアクセで取れるようになったからね、それをね、活かして、ちょっとね、防具を、入れ替えてみました。まずレンジャーの方がね、逆にメインあんまりいかなくなっちゃったから、はい、あんまりやってないです。ゼルメアで何千回って言ってね、まだ未だにレンジャーだけ、移動速度9とね、移動速度6の、転びが出ません。それ以外は5、6個ずつぐらいは出てます。みんな、4色、他の色はね。はい、意地悪かのように出ません。はい。だからちょっとね、レンジャーの方は、まあどっちにしてもね、レンジャーは次の例えば防具来たらまず間違いなく更新だと思います。基礎効果がそれほどではないからね。それに対して、バトマスの聖域。これはまずね、だいたい2世代か3世代サイクルですね。トライバル、ガナドール、聖域っていう感じだと思うんですよね。その間のところはね、まあもちろん他のね、使う職は、無垢、ボスは多いかと思うんだけど、やっぱり短縮とかついてるね。王道みたいな装備はやっぱり正規だから、あと2、3個はね、多分このままいくと思うんですよね。はい。だから、作ってみました。はい。で、今ちょっとね、耐性表示してると思うんですけど、呪文の理論値とね、ブレスの理論値、ガナドールまでは持ってました。で、今回は作ってません、まだ。なかなか作れない。なんか自分で利用値狙うからね。あと相場は今、これ狙うとね、かなりやばい相場なんで、赤字すごくなっちゃいそうなので、作ってません。まあ別に必要だとは思いません。ルベランキスに限ってね。呪文ダメージつけるぐらいだったら、呪い、今呪いがついてます。呪いをつけた方がいいと思います。上が、だから、頭はね、HP と、私はね、封印。これもね、ノラで一人見たんです。わーっと思ってね、頭ね、いくつだったかな ?20 ではなかったと思うんですよ。ただ、頭 HP2 箇所と封印がついてる、装備してる人がいたの。オガコの人ね。あ、この人なんかすごいじゃんって見たら武器がもう理論値ですね。はい。あ、すごいね。ガチガチだね。っていう感じでした。まあ、片方は純、だから私のと同じような感じかな。いや、それともあれかな。気象学だけ理論から。そうだね。そうだね。そうだね。332だったね。はい、確かに。ちょっと、正確に覚えてません。でね、その人がやっぱりやってたの。HP2 箇所。まあ、理論値ではなかったんですけどね。まあ、2箇所と封印。で、上はね、上はちょっと見なかったな。覚えてないな。で、下がそれに合わせて、封印と混乱なんですね。これすごくいいと思います。で、私今回、同じのね、下を作り直しました。で、頭はね、前回から、まあ前から作ってる、HP2 箇所、20ですね。最大値2箇所と封印を作ったあるから、下をね封印1箇所で混乱2箇所でこの封印混乱 HP っていうパターンが作れて、で上は今まではねガラドルだったらね呪文だったんだけど、呪い、これはねゼルメールで拾った呪いです。しかもなぜか呪文7がついてるんだよね、うん、結構いいのを拾ってた。まあもちろんかなりの数いってるからすごいです量が。ロードリなんかは理論なんだブレス100にも完全になるんですけど 32% ぐらいの買い場になるんですよ。もう盾とか持ってるから、あと他の防具もすごい数持ってるんですよ、ロードリーも。でも今のところやってないけどね、はい、で腕はまあ回避理論ね、後でちょっと連携を見てもらおうと思います。で足はねもちろんガラドールの方は、移動速度9も出てるし、移動2箇所の転び1箇所も出てるからね、はい、このだから封印困難呪いがついてると、何かの時にね被弾しても呪われないし混乱にならない、封印にもならない。まあまとまったらね封印になっても別に A ペチしてればどうにかなるからねっていうのはあるんだけど、やっぱり混乱呪いはやっぱり自力で直せないからね。まあもちろんソウルさんがね社員してくれればいいんだけど、結構やっぱり今は死ななくなって、前はそれを受けるとほとんど死んでたりすると思うんですよ。まあ、テンション上がってなければ死ななかったのかもしれないけど、今は死なないから多少受けてもね HP とかちゃんとあればそのまま普通に復帰できるんですよ、戦えるの。すごくねいいです。封印しかつけて、あと呪文しかつけてない頃のバトマスとは生存率が全然違います。はい、これはね昨日やってみてね、そのおがこさんのねバトマス見たけど、すごい生存力っていうのかな、ブドウゴルももちろん HP は高いしね強いような気がするじゃない。そんなバトマスは無敵じゃないぐらい強かった。いやそれ見てね、あこれしかないなって私は思いました。で帰ってね速攻で作りました。でちょっと見てください。まずまあこれはね新しい何でしたっけ、剣出てます。作ってません、はい、これが好きなんですどうもねまあ、理論値を作るのがちょっと大変だからっていうのもあるし、希少価格もレベル1しかつけてないんだけど、やっぱりねこの見た目、あと、チャージ10秒はすごくねやっぱり強いですよね。うん、で私占いも やるからねこれ結構優秀です。まあもう一個の新しい方のはスカラとかつくからね、それもありだとは思うんだけど、まあ左手に持つのはありだと思います。で右手はやっぱり起点かなって思いますね、まだね。まあ左手起点でもいいのかもしれない、はい、まあこれは会心の理論です、でね左がちょっとねこう妥協しちゃったのね、はい準理論値です。まあ一応準理論値だけど、はい希少価格は一応つけてます。1だけね、はい、2はやめました。失敗するんだね。はい、で、頭。頭はね、これも、理論にしようかなって悩んで結局封印。1個目が失敗したから、2個目はね、もう普通に封印つけました。HP、2箇所最大値と封印ですね。これ、バザーで今は出ないですね。私が作った時もありませんでした。多分当時2500、600万だったかなと思います。あればね。はい。これと、あと上ね。上がこれね、これゼルメアさん、呪い、2箇所、呪文、これいいよね。で、もう一個ね、同じようなの出てるんだよ。あ、これ違うな。これもゼルメア だよね、でもね、ほら。これ1箇所直してます、どっちか。うん。でも、いいよね、即死、呪い。これはね、サソリ用かな。サソリ用も買わなきゃかなと思ったらね、出たの。はい。まあ、今はね、ルベランギスだから、この呪い。これすごい最高ですよね。自分で連携したくなるようなのを拾いましたこんなの結構拾ってる、結構特定してますね。呪いと呪文ね、はい、で下はだから持ってなかったから作りました。まあこれなんかほとんどゼルメアです。見て幻惑、これなんかメイブだよね。麻痺どこだろうな、わかんないなはい幻惑でしょ。まあ毒、濁品ね、はい、これも毒で、これ今までねルベランギスで使ってたの封印だけね、あんまり確かに関係ないかなと思ってね。で今回作ったのが1箇所ね失敗しちゃったんだけど直しました、封印70混乱100、これです。これ優秀だよ。これは作りました。使い込みが3ですね。はい、で、あと腕かな、返し理論ですね。ここだけは妥協しません。はい、で、あと頭のだけだね。で、これね。これはもういくらでも出てます。もう嫌になるぐらい出ます。性域はね。性欲はだけは一切出ません。これ見て。あ、これ会心ね。はい、移動ね。こんなのばっかり出るの、本当に嫌になるわ。はい、で、出るのを見て、性欲、これ、転びにかしたといじめかよ、みたいな。はい。あとね、転びで踊らされる。まあ、これはいいよね。使うよね。はい。素早さなんかいらないから。はい。これも、こういうのが出てるんだよ。アビスですら出てるという。はい。だね。で、やっぱり、魔剣には HP をつけてます。やっぱり少しでもね、バイキルとスカラ、まあ、結果、これがやっぱり一番無難かなと思います。これもう一応5個ぐらい作ってあるの、私ね。これ魔法使いね。早読み覚醒魔結界。これが聖なる祈り早読み魔結界。僧侶、賢ちゃんだね。で、これが、普通の一般用だね。バイキルと神道、ピオラ。これが普通の、物理職だね。はい。で、これがね、パラディン用、ポップ、スティック、足元ね。はい。あと、賢人は10じゃなくてもよかった。まあ、10しかないからね、30なんていうのもあるんだけど、3箇所過ぎてね。他の効果の方がいいからね。あえて、アスカラと、これです。賢人1箇所。まあ、なくても、賢人じゃなくてもいいよね、これはね。まあ、ちょっと、で、あと、重さで一緒だね、これ。で、ちょっと待って、僧侶とかね、この辺は、これが、今のベランギですね。で、これが重さでしょ、パラディ。で、これが、まあ、汎用の前衛。で、これが僧侶。だから回復魔力をつけてます。HP じゃなくて。はい。で、こっちも、魔法使いでね、攻撃魔力を伝承してます。はい。と、もうやっぱり HP に余裕ができてきてるから、竜の鱗子は攻撃です。HP はいらないと思います。今の状態では863だから、飯込みで893ですね。887だと思うんで、まあ余裕ですね。まあもうちょっと、例えばこの辺盛ればね、900が楽に超えてきますよね。で、これ辺もね、HP は持ってるんですけど、まあ、HP ね、合成3回なので6よりかはもちろん倍しようの方がいいからね。はい、で、アヌビスは HP ですね。で、これはね、どれだったかな。エルメゼ以外かなは、攻撃14に 9% ってのは出てると思うんだよね。エルメゼだけは出てない。だから、イグキがもうあそこはちょっと伏せたんですけどね。プレチ系100枚は使いました。OK でね。100枚ってね、私まあ10年初期からやってますけど、それほとんど全ぶっぱですよ。全ぶっぱしても出ませんでした。もうあれでね、もう、エルメゼはね、伏せました。はい。余談でした。はい。まあ、これはたまたまですよね。攻撃14の鳥ね。いいよね、これね。はい。まあ、爪、雷は関係ないね。はい。で、まあ、レプリア、的はもちろんできてるし、まあ、これもね。はい。これは、そうだね。これ、器用さじゃなくて、これね、守備も作ったの。こっちでもいいかもね。まあ、そうだよね。器用さは会心には乗るんだけど、やっぱりでも会心よりかな。はい。まあ、どっちでも、アルファだけはね、守備も作りました。余ってたからね。はい。それと、この、何でしたっけ、邪教司祭。なんていうのが、ちょっと漢字は苦手。これは、どっちつけてるかな。そうだね。HP にね、余裕があるから、会心の方つけてます。もちろんこっちの方が DPS は上がりますね。これで863だから。で、例えば、HP のね、サブなんかはもう HP しか作ってないから、こういうのはね、868まで上がりますね。これプラスだから898ですね。まあ、見るたびに、ちょっとムカつくんだけど、合成エナジーが30です。まあ、初日にね、3600万かけてね、作ったアクセですね。30かよ。1でもいいじゃんみたいな。まあ1だったらもちろんもう1個必要だからね。ちょうどかよみたいな。ちょっと記念に残って見るたんびにイライラします。これ。ムカつくの。はい。まあこっちね、回線、DPS 上がる方をつけてます。こっちもありだよね。HP が足りればこっちの方がいいと思います。はい。これは、これをつけるにはね、ちょっと HP が足らないんです。874にしかならないからね。13足らないよね。だから13を補うためには、例えば頭は HP を理論値にするとかね。あと、どうだったかな。まあもちろんこの竜の子ね。これ、でもね、攻撃は15だけど、HP はね、9なんだよね。だから、あと12って言いました。だから、3足らないのかな。まあね、この辺をね、変えればつくけど、まあ、いらないでしょう。はい。とりあえずね、こんな感じかな。これがやっぱり今の現状のね、ベストだと思います。はい、体勢がちゃんとしっかり持ってるから、ダークネスとかね、ちょっと攻撃の名前忘れちゃいましたけど、受けても、ほぼ、体勢によるね、動けなくなるはないということだよね。混乱と呪いがないよね。で、もちろんね、呪文に対して今まで呪文をつけてた分がないからね、呪いがついてるから、呪文に弱いかって言ったら、もちろん、ドルマドンとか3発受ければ必ず死にます。400、1発400ぐらいだから。2発だったらどうにか生きてると思うんだよね。でも3発受けたら死にますよね、間違いなくね。だから、それはもう、運でしかないから、そこはね、仕方ないと思って諦めます。うん、その分、まあ、もちろん被弾しなければいいじゃんって思うんですけどね。ドルマドンは固定で来るから、もう呪文の方が大事っていう人もいるとは思います。ただね、やっぱり、いかに手数だから、まあ、手数出すために被弾してちゃダメでしょ、とは思います、もちろんね。それはそうなんだけど、やっぱりね、被弾した時に、例えば、僧侶さんとかね、レンジャーさんの手間をかけない。これすごく大事だと思うんですよ。結局、自己解決できるっていうのは、ね、人の手を一個取るっていうのがすごくね、負担になると思うんだよね。もう後半になってね、黄色とか赤になってね、もう、ドット攻撃、あれじゃない、地面の、あの辺の攻撃をかわせなくてとかさ、そういう時にやっぱり、僧侶さんがベホマラしたいのに、P ちゃんがあれしてるから、社員しちゃったらベホマラ間に合わなかったよって言われても嫌じゃない？だから、まあ、やっぱりつける体勢をつけてればならないからね。はい。今は私はこれがベストだと思います。その人のね、おかこさんのね、あれ見たら思った。ほんとね、いや、これだろうって思いました。で、実際にね、私もこれでやってみて、本当に楽です。まあもちろん被弾するなよって言われるけど、もしも被弾した時にね、平気で生きてるの。で、呪いもならないでしょ？で、混乱もならないから、本当に丈夫だよ。うん。と思います。はい。今ね、ちょっと私思った装備を、ご紹介してみました。まあ今時ルベランギスって思うんだけどね、別にね、誘いだって焼き直しだからね、レギュラーもね。はい、今ね、サブキャラでね、ちょっとルベランギス楽しいから、はい、まあメインであんまり行くことはないんですけどね、もうね。はい、ちょっとね、これを作ってみた、これね、今回ね。はい、まあ1個でね、これできたの。1箇所失敗したけど、真ん中の60を失敗したのかな。でも1個目でね、封印10来たから、まあ、これいいじゃんって思ってね、装備しました。ちょっと長い説明になっちゃったけど、まあ今時ルベランギスって思われるかもしれないけど、やっぱりね、いろいろここに考えてるのほんと楽しいです。はい。ぜひね、ゼグミアで結構拾うと思うんですよね。で、そういう防具が結構ね、倉庫に縛ってあるかもしれない。だからね、よかったら見て、あ、これ使えるじゃんって思ったら使ってみてください。はい。じゃあまたです。バイバイ。